どうも、高尾ヌスです。6月15日からコーマ島が開催されるわけですが、今回は結界上フルブレイク後の締めのサポートとフィニッシャーの組み合わせを紹介します。まず結界上付与&ブレイク要因で編成すると、枠の関係上アタッカーの数が制限されるため少人数で編成する必要があります。だいたいサポート1人、アタッカー1人から2人が目安です。皮膚フランなどでゴリ押ししても良いですが、このキャラはスキル、スペルカードも優秀なため別のキャラにしたいところです。まず私が使う鉄板編成として結界上ブレイク編成に L1 頼姫とアキューを加えた編成です。アキューはブーストによる陰攻上昇、そしてクリティカル攻撃上昇が頼姫のラストワードと噛み合っています。頼姫は幻想鏡特攻による3ブーストラストワードが強力です。最近転生が実装され、よりリーサル圏内に持ち込める範囲が広がりました。スキルによる霊力上昇、セットアップの際も単体スペルカードに陰攻上昇とカスタマイズの自由度が高いのが特徴です。次にチェンとワカサギ姫です。チェンは陽光や命中をセットアップすることで火力が大幅に上昇します。無属性であるために有利属性、不利属性気にせずにフィニッシャーに組み込めるのが強みです。そんなチェンの相方としてワカサギ姫はぴったり。グレイズレの陽光上昇に加え命中速力のサポートでチェンの火力向上に貢献。ファストで先制してラスバでも陽光速力バフを加えればフィニッシャーとしては盤石でしょう。しかしながらワカサギ姫は水属性の弱点ブレイクに優れているため、場合によってはリンゴの方を採用すると良いでしょう。またアタッカー枠2人編成の場合、ユユコやランのような初期アタッカー採用はありです。初期アタッカーは属性バレットが少なく、ラストワード以外役割がほとんどないため贅沢に切っても良いでしょう。以上参考になれば幸いです。